昨シーズンは J リーグ1年目ながらプレーオフ圏内の6位に入る健闘を見せたビファーレン長崎、対照的に20位でシーズンを終え、なんとか残留したザスパ草津群馬との一戦。試合は長崎ペースで始まるかと思いきや、先に群馬がチャンスを作ります。ゴールネットを揺らしたのは平重。昨シーズン J2 最少失点の守備を破ったかに見えましたが、これはオフサイド。失点を免れた長崎、ここから攻勢に出て群馬を押し込み始めます。11分東のシュートでコーナーキックを獲得。前田雄介のボールに古部が合わせ、こぼれ球を山口、シュートは東に当たってゴール。12分ホームの長崎が先制します。エンドが変わってもペースは長崎。そして55分、三原のパスを大久野がつなぐと、抜け出した東がボックス内で倒されます。これで長崎が PK を獲得。追加点のビッグチャンス、しかしキッカー小松、北に阻まれゴールならず。それでも攻勢を続ける長崎、祈ったのは71分でした。前田のパスを受け、浦和から新加入野田浩二が追加点。攻めて一矢報いたい群馬でしたが、89分、平重のシュートはキーパー大久保がストップ。ホーム長崎2対0の完勝、 J1 昇格へ最高のスタートとなりました。